画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい、ということでカルパ実況結構サボってたけど申し訳ない。今回新しく追加されたプライド革命プレイしていきたいなと思います。いやマジ、なんて言うんだろう、待ち望んでいたカバー楽曲のうちの一つなんですけど、まあ、ハニワ大好きなんで、まあ、ロメオ来た時もバカテンション上がってたんだけど、今回プライド革命をアフターグロー、アヤネルがカバーしてくださるということで、皆さんプライド革命といえばもう何が頭に浮かびますか？僕は本当にハニワなんですけど、まあ、銀魂の主題歌であったり、いろんなマットゲも起用されている楽曲なんですけど、今回そんなプライド革命の方をプレイしていきたいなと思います。ユニットはね、もうモカちゃんだけあと星さんにしたいんですけど、マジで。モカちゃんの星さん以上が当たってくれねえんだけど、アフターグロー艦隊でプレイしていきたいなと思います。それではお聴きください。プライド革命。いや、なんて言うんだろうね。本家も好きなんだけど、毎度アヤネルが歌ってるってなるだけで、テンションが上がります。はい。オタクだね、僕。冷静な話、ご中佐のココアちゃんが歌ってるようなもんだからね。全然違えわ。なんか全然違えけど。僕、こういうガルパ実況の時はね、下に歌詞書いてると思うんで、実況は控えて、歌詞に皆さん集中してくださると嬉しいです。僕も黙りますんで。はい、ということでフルコンボをさせていただきました。ありがとうございます。まあ25って感じだね。26とまではいかない。まあ26はもうハッピーシンセサイザーのせいでね、あやつのせいで26のハードルがすげえ上がっちゃったんだけど、そう考えたらプライド革命は25かなという感じの楽曲でしたね。皆さんプライド革命初見プレイやったと思いますが、いかがでしたでしょうか？感想などコメント欄の方で書いてくださると嬉しいです。噂によるとニューゲームの主題歌もカバーされるということで、バチクソテンション上がってるオッピーなんですけど。なんかそれ以外にもすげえ有名なボカロ楽曲とかもなんかカバーされるって聞いてたんですけど、君が代はいつ来るのかなと、待ち望んでるオッピーです。はい、そんな感じで、この動画良かったら高評価ボタン押してってください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。オッピーでした。またね、バイバイ。